はい、皆さんこんにちは、フラワーティストしんです。今日はね、季節の行事についてちょっと皆さんにお話ししようと思います。ここのとこね、コンビニエンスストアとか行くと多分皆さんもお気づきだとは思うんですけれども、こう福豆とかね、こう節分のグッズを多く見かけるようになりましたね。で、節分とはじゃあね、なんだって聞かれた時に、こう意味とか由来とかって多分ね、ほとんどの人は分かんないと思うんですね。多分豆まきする日とかっていうような頭はあると思うんですけれども、それ以外のことが分からないと思います。っていうか僕が分からなかったんで、今日はね、それについて皆さんにお伝えしようと思います。はい、ちょっとこう横にずれてね、ここに文字が入るようにしました。まず節分の日にちですね。節分の日にちは2月3日です。ではなぜね、節分が2月3日なのか、まずここのところを皆さんにお話したいと思います。節分というのは、その漢字を見てもらえばわかると思うんですが、こう季節を分けるっていうふうに書くんですね。と言い換えれば、要するに季節の変わり目ということになります。季節の変わり目って言ったら春、夏、秋、冬とあります。じゃあ節分が4回あってもおかしくないということになりますね。じゃあ4回ある季節の分かれ目の中で、なんで2月3日が節分で、なんで4回あるのに1回だけになったのかっていうところをちょっとお教えしたいと思います。じゃあまず季節の変わり目っていうのはいつかというと、こう立春とかね、立夏、立秋、立冬って言われてる日がありますよね。そこが季節の変わり目なんです。そしてただこの季節の始まりというのは、春が季節の始まりなんですね。なのでこの春、立春の前の日を季節の分かれ目として決めたのが、こう節分の始まりと言われてますね。ではこの日にちのことがある程度こじつけですけど明確になったんで、これからね、皆さんのよく知っている豆まきについてね、お話していきたいと思います。じゃあなんで節分に豆をまくのか。こう昔からの言い伝えみたいなもので、こう村にとか町とかに鬼が出て、こう町民とか村人とかを困らせた時に、こう神様のお告げで鬼の目に向かってこう豆を投げたらしいんですよね。それで鬼を退治したんです。それが、まあ、豆まきの始まりなんですけれども、これも相当こじつけだけどね。ただこの鬼イコールこう魔っていう風にこう言われてるんですよね。言われてるっていうか、そういう風になってるらしいんですよ。それでこれも相当こじつけですけど、魔、要するに鬼イコール魔で、魔、魔から目が出ちゃうといけないということで、実は豆まきの豆が1ってあるのは、この豆から目が出ないようにということで、これは1ってあるそうです。これはね、ただ長持ちしてるとか食べられるかとかっていう意味ではなくて、そういうね、ちゃんとした意味が含まれてるそうです。でそれでもう一つ、この風習は割とこう知らない人も多いかと思うんですが、実はこう入り口にこうヒイラギとイワシの頭をくっつけたものをつけとくんですよ。でこれね、最近あんまり見ないんですけど、僕なんかこう花屋さんではその豆まきセットみたいなのでこうヒイラギとか売るんですよね。で本当にこう稀にこう買いに来る方がいらっしゃるんですけど、もうほとんどの方がそういう風習は知らないと思います。ただ正式に言うとヒイラギ、ここにちょっとね、これヒイラギっていうか、これホーリーなんですけど、こうホーリー、ヒイラギ、こう尖ってここがね痛いんですよ。これで鬼が入れなくなると言われてます。これに、これちょっと今ね、これもコンビニで買ってきました、焼きうるめイワシです。まあこんなんでいいと思うんですけど、このイワシの頭をくっつけて入り口のところにこうつけとくんですね。そうするとこうイワシの匂いが鬼が嫌いだっていう説と、この匂いに釣られてきた鬼がこのヒイラギに刺さって退治できるっていう2つの説があるらしいんですけれども、とにかく、まあ、正式なことを言えば
イワシの頭とこのヒイガイをくっつけたものを入り口、各入り口にこうくっつけて鬼は外を福は内ってやるのが正式なんです。まあ今日はね、こう節分についていろいろこうお話をしてきたんですけど、これ実はね、僕もよく知らなかったんで、ちょっと調べてみたら、なんかね、こう詳しく書いてありました、インターネットの中に。まあちょっとその URL は下のリンクのところに貼っておきますんで、もっと詳しく知りたい方はそこからこう見てください。こうお子さんなんかにね、こう聞かれた時に、なんつうの、噛み砕いてこう分かりやすく説明できた方がいいと思いますので、ぜひね、こう節分についてよく知っておいてください。で、僕からね、もう一つだけ皆さんにワンポイントアドバイスみたいな、アドバイスじゃない、うんちくみたいなものをお伝えしようと思います。このヒイラギですけれども、このヒイラギって実はこう人間年取って丸くなるっていうね、こう言葉があるんですけれども、あの人は年取って丸くなったねとかっていう言葉をこのヒイラギから実は来ています。この若いヒイラギってこの刃先がトゲがあるんですね。で、このヒイラギって実は古木になってくるとこのトゲがなくなります。でこういうところから、これを人間に例えて、人間年取って丸くなる、要はトゲがなくなるっていうふうに言われているそうです。これはちょっと節分とは関係ないんですけれども、一つうんちくとして覚えておいてください。こういううんちくがあるとないとではね、またどっかでこう自慢できたりするかもしれないので、ぜひ覚えておいてください。ではですね、今日は節分について皆さんにお伝えしました。またね、こういう面白い季節エピソードなんかがあったら、そういうこともお伝えしようと思います。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time。 フラワー TV では皆さんのチャンネル登録を募集しております。節分ではね、鬼は外って言ってますけど、このフラワー TV ではチャンネル登録は宇宙、チャンネル登録は宇宙という感じですね。ぜひお願いします。めっちゃめちゃくだなです、すみません。